今から科学技術高校アサルトの発表を始めます。このロボットは、子どもたち、を楽しませることが自慢のロボットになります。私たちは普段地域の児童課などでロボット操縦体験を行っていますが、そこで子どもたちに実際に披露している技を、ここで実践させていただきます。まずはロボアンの予選床運動でも行っている、前立、すみません、前転倒立を続けてご覧ください。はい、転んでいきます。はい、続きまして倒立でいきます。滑りましたが、入ってるか、よいしょ。おー、一人で戻りましたね、すごい。はい、しました。はい、続きまして、ロボアンのバトルで実際に使用している攻撃を披露します。この機体は肩に高トルクのサーブを積んでいるため、相手をパワーで突き飛ばすことができます。さあ、いきますよ。3、2、1。はい、無事に飛ばすことができました。はい、続きましては、両手で、2体の敵を同時に飛ばします。ご覧ください。なかなか彼の妄想になってくると思うんですけど、迫力は有名ですね。さあ、いきますよ。3、2、1。おお。無事に2体同時に飛ばすことができました。これで地球の平和を守られましたね。ありがとうございます。はい、最後に、狙いを定めて、ボールを打ち、空き缶のタワーを崩します。この画面、手前側にあります空き缶のタワーを崩します。この技は子どもたちへの操縦体験イベントでも大盛況間違いなしの大人気モーションになります。さあ、行きましょう。3、2、1、どうぞ。おー、はい、大成功です。